ガールズガールズ、美咲とクレアのアニファン。こんばんは、ガールズガールズの鶴谷美咲です。こんばんは、ガールズガールズの増田クレアです。さあ、アニファン始まりましたが、早速今日メール紹介していってもいいですか？はい、そうします。ファンチャンネーム、人参印のコマさん。はい、美咲さん、クレアさん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、お二人はリアコ製造機という言葉をご存知ですか？本当に恋をしてしまいそうなほど魅力的な人という意味なのですが、私は鬼滅の刃の富岡義勇、名探偵コナンの安室さんなどがそれに当てはまるのかなと思います。この人リアコ製造機だなというキャラはいますか？お互いのこの仕草がリアコ製造機ポイント高いというところがあったら教えてほしいです。これからも楽しくラジオを聞かせていただきます。なるほど、リアコ製造機久々に聞いた。あ、本当？うん、なんかアイドルとかの方が考えやすいかな、リアコ製造機なんかね。確かに、アニメのキャラね。でも私結構半々だな、聞くのは。リアコ製造機、そう、よく聞く。アニメ漫画と、まあ、アイドルの人もいますけど。リアコ勢、私はね、終わりのセラフっていうアニメの一ノ瀬グレンっていう人です。へえ。なんかお話が吸血鬼っていて、うん、でも人間いて、その人間側にそれを倒す部隊みたいなのがいるんですけど、ほうほうほう、なんかまあそこの偉い人、うん、そこの指揮官みたいな人なんですけど、うんうんうん、めっちゃかっこいい。ああ、で指揮官とか好きそうなの。確かに。そう、めっちゃかっこいいんですけど、結構闇闇系。あ、闇闇系。いろんな都合があって、結構ね、その乗っ取られがちというか。あ、そう。急に意地悪みたいな。別に意地悪が好きとかいう話じゃないんですけど、うん、なんかね、めっちゃかっこいいんですよ。まあ、容姿も。え、なんて人でしたっけ？一ノ瀬グレンっていう。一ノ瀬グレン。へえ。ありますか？リアコ？美咲のリアコ。やっぱりリアコだから、うん、私はあんまりファンタジーとか、うん、その転生ものとかでなんかリアコってならない。あ、逆にね、学園ものとか、はいはい、ラブコメとかが多い気がしてて。でもね、なんかある、あの正宗くんのリベンジっていうアニメの、うん、何正宗だったかな、正宗くんがいいってこと。正宗くん、ちょっと好きだった時期がでもなんかその、なんて言うんだろう、どういう好きなのそれは。それこそリアコ、そう、うんうん、なんかちょっと気になる男子くらいの感じだから、あんまりここで語れるほどね、ごめんなさい。推しじゃないからさ。推しとリアコって違うじゃん。確かに違う違う、うん、リアコだったんだ。真壁正宗だ、思い出した。そう、真壁正宗。真壁正宗、真壁ね。イケメンなんですか？イケメンです。あの、はいはい、花江さんがね、おお、声やられてるんですけども。でもまあ、ラブコメだからめちゃくちゃ、いや、ラブコメ系ってやっぱりリアコ多いんじゃない？うん、多いと思う。でもめちゃくちゃふざけるし。なぁ。そうそうそう。なんかめっちゃナルシストなんだけど。あ、そうなんだ。うん。あ、そういうところも逆に惹かれたりします。惹かれるね。そして、まあ、あとお互いの、この仕草がリアコ製造機ポイント高いってところがあればってこと。でもさ、クレア、リアコ製造機なんですよね、多分。いや、それはの中ではもう。じゃあなんか理由とかあるんですか？そんな適当な返事してないで。やっぱりファン層とかも、やっぱり同年代の男の子多い気もするし。そんなことありますかね？うん、やっぱりでもまあ、顔っていうのも強いんだけど。ありがとうございます。なんか、クレアの華奢感だからこそ、出るなんか動きとか、なんか、はいはい、口元に手を添えて笑うとか。はいはい。いちいち可愛いなってなっちゃう。ああ、嬉しい、そんな言ってもらえる。なんかリアコ製造機っていうか、男子が好きだよねっていう。あ、本当？気がするね、クレアは。私自身はそんなことは全く思わないんですけれど、まあ、美咲の、私逆にこうめっちゃこの質問ピンポイントなんですけど、ポイント高いって思うところは、字が綺麗なところ。あ、やっぱそう。字が綺麗ってなんか、あ、この人字綺麗なんだって、個人的にはこうすごい見直すっていうか、なんか、一個ポイントが上がる、なんかね、確かにね、素質、はいはいはい、別にそれは女性でも男性でも思うのね、うんうん、確かに。まあ意識しないと別に綺麗ってならない。まあでもいるけどね、生まれてから綺麗な人って。本当？うん、習字してなくて綺麗な人っているから。そっか。まあ美咲は習字をやってね、やってたんです。すごい綺麗なんです。嬉しい。私はそこだと思います。あ、そう。まあ他にもいいポイントもちろんありますけど。めっちゃカバーするじゃん。本当の話ですけど。リアコ、みんなの思うガールズガールズのリアコ製造機とリアコキャラを教えてほしい。確かに私が今思いついてないだけでいるかもしれない。いるかもしれないからね、はい、ありがとうございます。
ガールズガールズ美咲とクレアのアニファンはアニメ漫画好きな私たちファンがアニソンの楽しみファンを木曜深夜にまったりとお届けするファントークバラエティです。ハッシュタグカタカナでアニファンをつけていっぱいツイートしてください。今夜はファンちゃんおすすめのアニソンと、うん、ガールズガールズが歌ってきたアニソンをお送りします。お今週はこの曲でスタート。ガールズガールズでシャングリラ。ガールズガールズでシャングリラでした。ここからはファンちゃんおすすめのアニソンをお送りします。お先週に引き続きという感じですね。はい、早速ファンちゃんネームガーズルガーズルママさんおすすめのアニソンです。はい、テレビアニメマッシュルオープニングテーマ岡崎体育さんでノックアウト。だから聞いたけど、ね、すごいね。いや私も今歌詞見てなかったけど、うん、なんて言ってるんだよね、みたいな歌詞があの、あったね、本当にそれで合ってるのみたいな歌詞がありましたけど。お便りじゃあ行きます。はい、ファンチャネームガーズルガーズルママです。はい、気に入ってるアニソンは無数にあって絞ることができないので、今期アニメのアニソンでマッシュルのオープニング曲岡崎体育さんのノックアウトをおすすめします。はい、私は曲を聴いても歌詞が全く入ってこないタイプでフレーズが面白いとか印象に残る曲が好みです。
ノックアウトは岡崎体育さんらしさ満載で、まさにそんな感じ。確かに。何よりアニソンで一番大事だと思う作品のイメージにぴったりで良い。はいはいはい。そんなわけで面白いことが起こりそうなテクニックボリューム3も非常に楽しみです。おお。ありがとうございます。え、なんか面白い歌詞ありました？面白い歌詞ね、今すごかったよ。溝落ち入ったら言ってたよね、グーパンお見舞い。思った、なんか溝落ちなんとかって言って、え、溝落ちってその後グーパンって書いて、あ、合ってるのかな、溝落ちでみたいな。あのね、私たちと岡崎体育さんの接点としては、もともとクレアとキラっていうメンバーが、うん、おはスタでレギュラーでね。そうなんですよね、一緒で毎週、はい、毎週火曜にね、一緒にレギュラーさせていただいて、なんかそのつながりでガールズガールズにも曲を書いていただけるようになって、バイバイバイっていう曲をね、うん、書いてもらったんですけど、それもすごかった。だって枝豆とすき焼き入ってるからね、一曲に。素晴らしい。でもそんなつながりもありながら、あの7月5日にですね、 LINE キューブ渋谷にて岡崎さんとの対バンライブを開催することになりました。嬉しい。もうあの、しかもこの対バンが、あの岡崎体育さんがそのスキルやテクニックに一目置くアーティストを迎え、対バン形式で開催する自主企画イベント、テクニックということで。おお、ありがたい話ですよね。そんな枠に入れてもらえるなんて。ぜひね、そちらのライブもチェックしてくれたら嬉しいです。続いてはファンチャンネームシツ&ツーさん、イノシカチョウさんのおすすめのアニソンです。テレビアニメ地獄楽オープニングテーマ、ミレニアムパレード×椎名林檎でワーク。聞いてるんですよね。そう、めちゃくちゃ聞いてるんですけど、はい、あの勉強不足で申し訳ないんですけど、はい、アニソンって知らなかったです、普通にあのチャートで出てきてめっちゃ聞いてた。地獄楽ね、うん、そして、まあ、お便りいただいてるんで、まず一人目がイノシカチョウさんで、はい、今回おすすめしたいアニソンは地獄楽オープニングテーマのミレニアムパレード×椎名林檎のワークです。江戸時代末期を舞台にしたダークファンタジーですが、作画特に色彩が鮮やかだなと思い、1話で沼に引き込まれました。お二人はご存知でしょうか？まだだったらチェックしてみて、ということで。まだ私たちは知らなかったんですよ。めっちゃ見たくなったよ。江戸時代末期なんだ。でもね、私それこそこの前美容室行って、美容師さんにおすすめされました、これ。あ、そうなの？地獄楽見てるって言われて、いや見てないですって言ったんですけど。へー、面白いって。流行ってるんだね。そしてもう一つが、シツ&ツンさん。アニファン毎週楽しく聞いています。はい、お二人は普段からアニメをよく見ていると思うのですが、最近よく聞くアニソンは何ですか？私は地獄楽の主題歌ワークをよく聞いています。話の舞台である桃源郷のような世界観とマッチしていてとても気に入っています。これからも応援しています、ということで。へー、お、最近聞くアニソン、まあ、ちょうどね今これ聞いてるってことでしたけど、うん、でもそうね、アイドルかなね、YOASOBIさんのね、推しの子のアイドル、うん、私はそれか美咲と一緒なんですけど、うん、アニソンって知らずに聞き出した曲があって、なんかね、ラストシーンっていう曲なんですけど、うん、これノーベルブライトさんが歌われていて、うん、あの弱虫ペダル、あ、一個前のクールでやってたやつらしいんですけど、たまたま流れてきて、うん、あ、いい曲だと思ってなんか調べてみたらノーベルブライトって書いて、あ、ノーベルブライトさんなの、そしたら次アニソン弱虫ペダルって書いて、あ、そうなんだと思って、そうなんだね、すごいなんかね、活気立てられるような曲、そうなの、うん、
今度流せるかな。まあよかったらぜひ聞いてみてください、はい、ファンちゃんおすすめのアニソンまた紹介したいと思いますのでね、うん、あなたからのメールお待ちしています。文化放送東海ラジオで放送中、ガールズガールズ美咲とクレアのアニファン。ここからはガールズガールズが歌ってきたアニソンをお送りします。まずはこの曲を聴いていただきたいと思います。劇場アニメ映画ネコネコ日本史龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルゼヨ主題歌、そしてテレビアニメネコネコ日本史第5期オープニングテーマガールズガールズでぐるぐる、ぐる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 しっぽぐる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 、ゴロ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 ご機嫌モードゴロゴロゴロリンパ、2020年5月20日に発売された、うん、チャーパネに収録されていました。まるっと3年ぐらいですね、うん、わー懐かしい。初めて聞いた時の印象とかあります？覚えてます？ぐるぐる、うん、初めてか。でもそのネコネコ日本史ってさ、私もう学校で流れるぐらいだったから、うん、主題歌どういうつながりで嬉しいって思いましたね、うん。そしてあの振り付けはパパイヤ鈴木さんがそうやってくださったんですけれど、でも本当に一度お会いできたかなっていう。そうだよね、一日でやったからね。でも今聞いてもさ踊れるぐらいキャッチーではあるから、うんね、そうそうそう、もう本当猫みたいなね。もうだって猫耳つけてるから私たち。やばい、しかもこれ尻尾もつけてたよね。あ、尻尾つけた。懐かしい。でもこのパパイヤ鈴木さんにね初めてお会いして、結構長かったんですよリハーサルが。長かったっけ。 そしたらあのうちのねあの宇宙人ももかちゃんっていう子がいるんですけど、うん、目の前であの話聞いてるって言われてました。すいません身内ネタ、すいません身内ネタなんですけど、ももかちゃんそういうところあったの。普通のダンスレッスンとかでもね、あなたに言ってるんですよとか指さされて注意を受けたこともあるようなちょっとまあガールズのファンのね、うん、方はちょっとあ、ももちゃんらしいなって思うかもしれないけど、やばい子だと思われたらあれなんですけど、ちょっとそうただ天然なだけなんですけど、すごい歌が上手な子なんでびっくりされた方はぜひ歌を聴いて心を休ませていただきたいなと思います。ぐるぐるね、うん、まあこれもねすごいデビュー当時ぐらいのものでね、うん、改めてぜひ聴いていただきたい曲だなと思います、はい。続いてお送りするのはテレビアニメネコネコ日本史第5期オープニングテーマガールズガールズでジャパニーズスター。日本バレーで今日も食って藤山はでっけい、夕焼け小焼けグラデーション最高盛り上がる、
かしい。懐かしい。こちらは2021年1月13日発売のジャパニーズ。さっきから半年ぐらい経ちました？そうだね、うん。これはでも実は私とキラとクレア。はい、3人でね。3人の曲で。結構ね、個人的には曲調とかが好きで。大好き、わかる。ぐるぐると、ネコネコ日本史は一緒だけど、ぐるぐるとも違った感じだし、うん、どっかのメロディーが好きだったんだよね。オチの方かな？とか好きだった。ラップ調のところかな？うんうん。ね、ダンスビデオも3人で撮って、ね、懐かしいね。しいそう、このカップリングにはですね、ネコネコ日本史覚え歌、うん、全時代丸分かりという曲も入っておりまして、うん、こちらはもろラップなんですよ。そう、日本史ラップ、なんかこう問題出して答えるみたいな、ね、そうあと縄文弥生なんだっけ、うん、いや鎌倉南北宇宙もめっちゃ飛んだ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 まあ、ちょっとね、うん、これ自分に言ってた聞きながらだから、うん、勉強の役に立ったって書いてあります、ね、ぶっちゃけ私これで知ったんですよ、名前を、歴代。なるほど。やっぱこういう覚え歌っていいなって思います。わかるよ、ね、何人のテスト救ったかわかんないよ、ね、確かに。え、いる救われた子いや、いっぱいいるでしょこれで。いや、ね、本当。でも猫猫日本史っていうアニメ自体がもうみんなを救ってるから、ね、確かに。あれがね、そもそもこう、うん、歴代の、歴代とか、歴史を。歴史をね、面白く覚えれるっていう。ね、猫ちゃんがこう、キャラクターになっていろんなね。でも案外ね、たまにね、見たくて見たりするんですよ。あ、そうなの。うん。かわいいし。いいよね。はい。ということで、ガールズガールズが歌ってきたアニソン、実はまだまだありまして、うん、続いては、テレビアニメ、ガルガク星ガールズスクエア学院エンディングテーマ、サウスサウスで、シャイニングユー、シャイニングミー、夢の力で。シャイニングユー、シャイニングミー。私は一応サウスサウスのメンバー、うん、私と美咲はね、うんうん、4人チームなんですけど、はい、まあそのサウスサウスもね、アニメの中でいろいろあって、最初は2人から始まったチームなんだけれども、はいはい、1人抜けて3人でやっててとかいろいろ減って、ね、ありましたね。大好きサウスサウス私実は。喜ぶんじゃない他のサウスサウス。あのサウスサウスのもちろんメンバーも大好きなんですけど、うん、あ、曲が、曲とお話がやっぱり自分のツボですね。やっぱ確かにね、相方育ってるからさ、うん、こういうことできるのすごい嬉しくて、同じ学校でみんなで切磋琢磨してみたいなのができてめっちゃ嬉しかったですね、うん、これも初声優作品、ほぼ初レギュラーやらせてもらって、大事な作品だよね。懐かしいですね、このね、シャイニングユー、シャイニングミーも3人バージョンと4人バージョンが、そう、4人バージョン脱退してる期間とね、そうそうそう、あるんですけど、おはスタのね、このパフォーマンス中の写真がね、今台本に貼られてるんですけど、うん、覚えてる子いるかな、ヨーカが後ろで見てんの。そう、まだヨーカ骨折中だったから、役の中で、うん、役名もヨーカで同じなんですけど、うんうん、その元々一緒にやってたんだけど、サウスサウスで、うん、なんだけど骨折しちゃって一回ドロップアウトして、うん、でそこでまた私なんていらないんじゃないかとこじらせてるシーンだから今後ろにいるのよ、はいはい、そう、ちょっと一緒にパフォーマンスできないよっていうね、覚えてる、最後アップになった気がする、このこのパフォーマンスの後、ね、壁のモニターの横でね、そうそうそう、ちゃんとアニメだけじゃなくてね、実際のヨーカのアップもあった、ちゃんとそこもこう演じてもらってみたいな、懐かしい。このオハスタ見た人いるかな、
結構いるんじゃない、ね、やっぱ懐かしいね。パフォーマンス好きって言ってくださる方も多いんでね。そうだね。はい、見返したいな、ガルガク。あ、本当？見返したい。私なんかいろんな意味で見れないかも。あ、自分のね。ただこう見れないとか言うとこの作品を好きな人をこう否定してしまう。わかるような気がして、なんかこうなんて言ったらいいかわからない感情。でもそれ別だよね、感情。自分の見れない感情とこの作品を否定してるわけじゃない、うん、違うけどね。ね、また違うんだけど、やっぱデビュー作品ってこうね、わかんないです。他の声優さんを一緒のくぐりにしていいのかわかりませんが、やっぱり自分は感じる違うものがある、うん、ね、そう、アニファンで検索した時に、はい、これを流してほしいっていう、あ、いましたね、意見もあったので、うんうん、お、好きでいてくれてるのかな、なんてシャイニングユーでなのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ガールズガールズミサキとクレアのアニファン。ガールズガールズミサキとクレアのアニファン、あっという間にエンディングのお時間です。はい、今日もバッチリいっぱいかけましたね。いっぱいかけました、うん、ガールズガールズのアニソンって本当に実は多いですから、意外とあるんですよね。まだまだこのまだ100倍ぐらい100倍ぐらいあるんですけど、ということも思いながらも、私はね、あのこの後に来週のゲストの発表があるということで、そうなんですよ。それがこう気になってしょうがないです。私だけ今知ってる状態なんですよね。こうね、ちょっととあることが起きまして、見先だけ知っちゃって、私知らないんですけど、そう、一人だけ先にズルして教えてもらったわけじゃなくて、見ちゃった、たまたまね、見ちゃったから。ちょっといいですか、来週はリモートでね、うん、ゲストをお迎えするんですけれども、来週のゲストはクラリスさんです。やばいね、やばいですよね、こちら。やばい。あの、ウィンクの寂しい熱帯魚。はい。をカバーしたコンセプト EP をリリースされるということで、クラリスさんが登場していただきます。いやー、嬉しい。やばいね、もう。リモートでお話できるってことですね。そうだよ。もう気持ちがなんか今もギュッてなっちゃう、聞きながら。なんか、自分のこれを聞いてた時期とかも思い出して。あ、はいはいはい。めっちゃギュッてね。いやー、聞きたいことめっちゃ考えとこう。あ、何聞こっかな。え、接点、どうやってお話を探し出そうか。なんかあるかな。とにかく探し出していっぱい聞きたいね。いやー、やばいね。でもクラリスさん出てほしいっていうツイートも見たことあったから、ね、あ、本当。うん、やっぱクレアがずっと好きって言ってたから、ね、いや嬉しい。いやー、やばいね。どうしようかなとか。ちょっと、ね、でもなんかこう逆にスタジオに来られない分、こうちょっと、うん、落ち着いてお話ができるのかなって思ったり思わなかったり。ちょっと2人でね、取り乱さないように頑張りましょう、うん、ありがとうございます。いや、楽しみですね。番組ではふつおた、私たちに聞いてみたいことなどメールを募集しています。アドレスはanifan@joqr.net anifun@joqr.net まで。私たちにおすすめのアニソンも理由と一緒に教えてほしいです。あなたからのメールお待ちしています。ということで、ガールズガールズ美咲とクレアのアニファン、お相手はガールズガールズの鶴谷美咲と増田クレアでした。また来週。カブラギバースデーワンマン奇跡体験バブル貧乏ファイナル、ガチ神主と起こす奇跡体験開催決定。6月28日東京ドームシティホール。最新のイベント情報はジュリアナのたたりオフィシャルサイトをチェック。文化放送超 A&G プラスにて毎週月曜23時よりお届けしている遠山奈緒のラジオアットリビング、皆さんからのメールを頼りに30分間私がまったり喋り倒したり、たまに家族や友達をお招きしたりします。月曜の夜はリビングに集合。文化放送が2時をお知らせします。